ゴンドラの歌カーニバルの当日が来たほとんど日本全国から集まった寮期の紳士淑女は前夜近隣 Y 市に一泊して帝国正午頃には例の緑寺のアーチの下へ三々午後到着したアーチの下には さざ波一つ立たぬ青い水面に例のゴンドラが奇妙な船頭を乗せて浮かんでいた船頭は二人一人はへさきに貝を操る少女一人は共にギターを抱く少年少女は全身に純白の羽毛の絹をまとい 少年は真紅の羽毛の絹に包まれている紅白の美しい水鳥が戸惑いをしてゴンドラの上にしばし水かきを休めているかと見まごうばかりだ先着の3人の紳士宿女がまずその船に乗り込むと少女の貝が静かに水をかき分けて ゴンドラは細い縁を緩やかに滑り始めたお嬢さん坊っちゃんこれは実にご趣向でしたね口ひげを短くそろえた年長の紳士がニコニコしながら船頭に話しかけた坊っちゃんそれは楽器ですか 一つお引きなさい。お嬢さんは、船をこぎながら歌えますか ?17 歳の坊ちゃんと18歳のお嬢さんは、紳士の顔を見返して、ニッと笑った。そして答えはなくて、少年のギターの弦が震い始め、少女の赤い唇が動いた。 静かなる回の調子に合わせて、ゴンドラの歌が水面を流れた。夢の国。おお、僕らは夢の国へ旅をしているのだぜ。この子守歌は、素晴らしくはないか。紳士が、 歌に忘るように柔らかいバスで行った「本当にあの少年学手の可愛いこと」黒い洋装の淑女が美しいソプラノで調子を合わせた両岸にはどす黒い木の葉がうずたく空を覆って積み重なりその能力の壁に 真っ赤な椿の花がぽっつりにじんだ血のように一輪ずつそこここに咲いていた空はどんよりと曇って遠いすりガラスのように見えた水を渡るそよ風がへさきに立つ少女のかんばしき大衆を彼女の高い歌声とともに そよそよと吹き送った。いつの間にか二人の紳士は少年学士の両側に座して両方から少年のまだやわい肩に手を乗せていた。淑女は少年の前に座してその桃色の方を開かず眺めていた。 へさきの少女は一人歌いながら、いよいよ体を振って、貝の手を早めた。船はすいすいと水虫のように調子をつけて、勢いよく滑り始める。その度に、へさきに巻き起こる風は、少女の純白の羽毛を、一ひら、二ひら吹きちぎっては、空へ舞い上がらせた。 一ひ,ひら二ひら、船の速度が加わるにつれて、吹きちぎられる羽毛はますます多く。果ては時ならぬ吹雪となって、ゴンドラの上を後ろへ後ろへ飛び散っていく。はげ落ちた羽毛の下には、少女の焦げ茶色の肌が汗に濡れてうずたかく盛り上がっていた。 ゴンドラの歌はいよいよ高らかに、貝持つ腕の、背の、腹の躍動はますます激しく、残る羽毛をひとときにはじき飛ばして、見よ、白い空を背景に、全裸の乙女の立ち姿。周知を知らぬ国の乙女は、そのまま勇敢に貝を操りながら、 上半身をねじむけて、友の少年学習を帰り見た。調子が低いわ。もっと高く、もっと狂わしく。少女の声に少年はいきなり席を立ち上がり、彼もまた白い歯を見せて歌いながら、全身を微妙に動かし、今はとばかりギターをかき鳴らす。 少年の真紅の羽毛もひらひらと舞い始めた。そしてその下には、ミケランジェロの曲線が、いとも美しく隠れていた。全裸の二人の扇動は、歌い、弾き、踊りながら船を進めた。ゴンドラは、ゆらゆらと危うく揺れて、 右に左にたゆいながら進んでいく三人の紳士淑女は船畑にしがみつきしかし激しい夢に酔いながら我が前に踊る仁王の曲線にみとれていたそして船は港に着いたのだ港には 数十人のラジオの背を合わせた異様の桟橋がうねっていた。客はその猛線よりも柔く暖かき桟橋を踏んで上陸した。陸には数人の紅白だんだら染めの道家服をつけた男が手に手に衣装を持って待ち構えていた。お客様方。 よーくこそおいでくださいました。演手はあちらで待ちかねております。さあ、お召し替えくださいませ。えなんだってお召し替えだって年長紳士が気元顔で聞き返した。はい、お召し替えでございます。お客様はカーニバルの衣装と、 お召し替えなさらなければなりません。はあ。夢の国には夢の衣装か。紳士はようやく納得してその衣装を受け取った。広げてみると、絹糸の粗い網に金銀の軟金玉を結びつけた。 まるで踊り子の舞台衣装のようなものだ。これをはい、それをでございます。シャツの上から。いいえ。シャツも何も今お召しになっていますものは、すっかり私の方へお預かりいたします。だって、君。いいえ。 演手の申し付けでございます。そこで、男女三人の不思議な踊り子が出来上がった。ピカピカ光る荒い網の目から、あるいは豊かな、あるいは痩せっぽちな、あるいはすべっこい肉体が異様に空いて見える。頭には同じ軟禁玉のナイトキャップだ。 さて、三人はお手てをつないで、なんとまあ、声高らかにゴンドラの歌を口ずさみながら、教えられた道を正面の小山の頂へと登っていった。はらわなお尻を振りながら。登り尽くして頂上に立ったとき、突然、三人の口からびっ びっくりするような叫び声が爆発した。うらあうらあそこには、小山の向こうのジロ楽園の内部には、真実びっくりするような、なんとも言えぬ、狂人の国の風景が広がっていたからだ。 地上万華鏡小山から見下ろした次郎楽園は狂人の油絵であったあらゆる形状あらゆる色彩がぶちまけられそれが目まぐるしく活動していたべらぼうに巨大な万花鏡を絶え間なくぐるぐる回しているような。 恐ろしくも美しい光景であった軽気球が二つ奇妙なお日様とお月様のように城内の東西の空にかかってそこから五色のテープが美しい雨と降り注いでいた花火の筒は絶え間もなく音を立てて尺余の神玉が中空に炸裂し 五色に染めた髪の雪がさんさんと降りしきっていたその中に赤ペンキで塗られた巨大な観覧車が大人国の風車のようにぐるぐる回り浅草の十二回目いた摩天閣からは城内の四方に万国旗が張り巡らされその窓窓には真っ赤な旗が。 首を出してゆらりゆらりと火炎のように燃えていたパノラマの丸屋根は赤と青との原色で子どものおもちゃみたいに塗りつぶされ木立のかなたにちらちら見える巨大な紫色のものは例のコンクリート造りのオオクジラであった地底では 水族館の魚どもと地獄極楽の生き人形がまたそれぞれの地帯で踊り狂っているのだそしてそれらの目まぐるしき形と色のほかに花火の音を太鼓にして次郎楽園全体を揺るがすような音楽が耳もろ線せんばかりに鳴り響いていた 彼方の丘の麓、森の影、こなたの建物の窓、池のほとり、あるいは数人、十数人、ドクタケの群がり生えたように、赤、黄、青、色とりどりの楽隊さんが、ジンタ、ジンタと、その根も懐かしき、敗退の曲を、空にも響けと合奏しているのだ。 南京玉の道系衣装を着た三人の客は丘の上から遥かの地上へとうねっている線路の上を船のような滑り台に乗ってウォーターシュートの速力であれよあれよと滑り始めた空中の船は降りしきる五色の雪の中を鳴り響く額の音に乗って横転逆転この歯返し息も止まるばかり 走り、滑り、とんぼ返りを打って突進した。金と銀との軟禁玉の衣装が、それから婦人客の髪の毛が一直線に後ろになびいた。苦しい助けてー悲鳴は風に吹き飛ばされて、船は数瞬にして線路の終点に達した。そしてバッ たり停止すると客たちは弾みを食って下なる砂地へ投げ出される。金銀の三つのまりが砂まみれだ。これはよくこそおいでくださいました。お待ち申していましたよ。ひょいっと気がつくと。 三人の客を一人一人抱き起こして砂を払ってくれているのは、演手、北川次郎衛門であった。ご覧ください。これが次郎楽園の射的場です。今にお客様が揃いましたら、皆さんにこのキルク玉を打っていただきます。まとは、 向こうの丘の上の人形たちですよ。そこには、車のついた大きな、しかし旧式な大砲が一門。五式に塗りつぶしてカムフラージュをして、どっかりと据えてあった。大砲のそばには、例のお団子のキルク玉の山だ。そして向こうの丘には、白い空を背景にして、 実体ばかりの道家人形がひょこんひょこんと立ち並んでいる。ほほう、これはご趣向ですね。このフットボールの化け物みたいなルク玉で、あのかかし人形を打ち倒すというわけですね。そこで、ご褒美は一体何です浅草公園の射的場では、 バットとアサヒとお敷島をくれるようですが、年長紳士がおどけた顔で尋ねた。ご褒美 <laughs> あなたはなかなか抜け目がありませんね。あります。素晴らしいご褒美が。実に素晴らしいご褒美が。 ジロエモンは妙なことに、おまわりさんの制服を一着に及んで、八文字の立派な付けひげをつけていた。それが、優しい接待がかりの声で客に物を言っているのが、一種気違いめいた感じを与えるのだ。まもなく、 第二第三の空中戦が次々とウォーターシュートを滑り落ちて、砂まみれのお客様が十人、二十人と集まってきた。彼らは皆、道家服と着替えさせられていたが、それが三人、五人、一組ずつ、それぞれ違った色と形をしているのだ。あるものは、 五色の紙でできたおもちゃの鎧を。あるものは全身透き通って見える薄い薄い車の衣コを。あるものはハワイド人の白の腰巻きばかりを。あるものはぐっと粋なモダン水着よその他、シュジ雑多の安っぽいケバケバしい。しかし、無邪気な仮装に包まれていた。 そのむき出しのお乳と透き通るお尻の半裸体の男女の中にたった一人だけ異端者のように不気味な紛争の男が混じっていた彼は薄汚れた手ぬぐいで鼻の先に放か無理をして細かい五番島の日本着物に三尺帯びそのお尻をはしょって 懐ところにはくすんごぶがのぞいていようという思考である。いやあ、岸間さん。考えましたね。刑事巡査が泥棒に変装なさるとは、ずばぬけていますね。巡査の制服を着たジロエモンが、体験をガチャガチャ言わせながら岸島刑事の肩を叩いた。知らぬ者が見たら、 本当のおまわりさんが、本当の泥棒を捕まえている光景であった。<laughs> お気に召しましたかカーニバル祭にふさわしいようにと、<laughs> これでも知恵を絞ったのです。しかし、北川さん、あなたの紛争も、なかなか思い切っているではありませんか 僕のお株を取ってしまいましたね。さあ、お逃げなさい。<laughs> 僕追っかけますから、取り物ごっこをしましょう。<laughs> おまわりさんのジロエモンが冗談を言った。広場では、十数人の招待客が、キルク玉の大砲を取り囲んで、 物珍しげに眺めていた。どなたか射的をなさる方はありませんかこの切符玉で向こうの道家人形を打ち倒した方には素晴らしいご褒美が出るんですよ。おまわりさんのジロエモンが愛想笑いをしながら進めた。僕に打たせてください。 僕は東京の浅草公園では射的場のお嬢さんが顔をしかめるほどの名射撃手なんです。一人の紳士が進み出て大砲の後ろに回った。弾はちゃんと込めてあります。どうか狙いを定めてその綱を引いてください。紳士は射的場の空気銃と同じように 大砲の方針に目を当てて、向こうの丘の右の端の人形に狙いを定め、発射の綱を引くと同時にドカンと尻餅をついた。発射の反動で大砲がぐいと後ろへ動いたからだ。大砲の口を飛び出したフットボールのキルク玉は、目に見える速さでヨロヨロと飛んでいった。 そして、右端の人形の胸のあたりに、コツンとぶつかった。人形は、玉が当たると二本の足を空ざまにしてひっくり返って、丘の向こうへ見えなくなったが、それと同時に、人形の立っていたあたりから、突然、何百という五式のゴム風船が、 まるで今撃ち殺された人形の魂ででもあるように、パッと大空に群がり登った。そして、大砲の命中を祝福する花火がドカンと打ち上げられ、バリバリと雲間に音がして、五色の雪がひときわ激しく降りしきった。